はい、速稼塾の久保でございます。最近ね、私の動画に、コメントならまだしもコメントもあるんですけども、動画概要欄にメールのアドレスが書いてますよね。これ私 YouTube を始めた時からずっとメールアドレスを開示してるんですけども、たった1個のメールアドレスでね、このメールアドレスから、誹謗中傷とかね、直接バカとかね、もう動画上げるなみたいなね、世間知らずとかね、こういう風なね、短くて効果のあるね、人を攻撃する言葉をきちっと書いてくださる方がいるんですよね。で、その方についてね、ちょっと反論を申し上げたいと思います。私がね、世間知らずで、もうバカで物知らず、本当にその通りでございます。あなたの勝ちでございます。ですんでね、言われなくても分かってますんでね、私は確かにね、できることって少ないんですよ。分かることも少ないんですよ。だからやることが本当に限られてるんですよ、できることっていうのは。だからそれをずっとやってます。空手馬鹿時代っていうのがありましたけども、空手以外はからっきしダメな大山マスターズ先生がね、空手だけをやって世界を取るって話なんですけども、私もね、それに習うわけではないんですけども、できることだけをやってるんですよ。例えばこの YouTube ね、1万本以上の動画アップロードされてますけども、他に私もね、何やらいいのか分かんないんで、とりあえず動画は誰でもできるからやるかみたいな感じなんですよ。その結果、歩みは遅かったんですけども、チャンネル登録者数の方は1万人を超えてね、で、ここを30日でまたね、百数十人増えてくださってるんですよね。で、おかげさまで YouTube っていうのは、異論反論も込みでコメントをくださる方がだいぶ増えたかなと思います。それを目指していたわけではなくて、私は単なる人生の日記帳と思ってやっていた部分もあるんですけども、なんかね、気がつく発見、思い直すことっていうのが多かったですっていうので、感謝のご連絡いただいたっていう現実を見ると、あながち役に立っていないでもないのかなと思って、ちょっと嬉しかったりするわけですよね。だからといってね、攻撃する人に対して怒りをこう込み上げてきたりとか、嫌になっちゃったりすることはないんですよ。当然の反応だと思うんですよね。で、私はね、繰り返しますけど、隠居してるわけですよ。社会から離れてるんで、社会上の通念とかもう本当に疎いです。で、多くの方が何を考えてるのかとかね、いわゆる空気を読むってことは全くできませんね。こういうふうに考えてるんじゃないかなって想像するんですけども、それが当たることはあんまりないと思います。で、空気を読めっていうような方とかね、人の考えをもうちょっとね、配慮しろとかいう方いると思いますけど、そういう方はすごく優秀だと思います。自分じゃない人の頭の中を、言葉にもされてないことを想像して、それをピタリピタリと当ててるわけですから、それ大したもんだと思うんですよ。私にはとてもできない芸当なんですよ。で、私がね、こうじゃないかな、この人こう考えてるんじゃないかなと思うことがたまたま当たってることがあるんで、その時は気を回してくださってありがとうございますみたいなことでね、表現されたりするわけですけども、それたまたまですからね。私の知恵の及ぶ範囲で人の思考がピタリと一致することっていうのはめったにないんですよ。ですから空気を読める人ってすごいなと思います。どうやって読むんだみたいなね、空気ってそもそも見えるのかとかね、空気見えないものどうやって読むんだと、じゃあちょっと読んでくれと、発信してくれと、発音がどうなんだとかね、思っちゃったりとかしてね、本当に高いレベルの世界があるんだなと。だから私が隠居して社会を離れてるから、社会は進化してるんじゃないかなと思うんですけども、皆さん社会はどうですかね。暮らしやすいですか。お仕事はどうですか。収入とか未来について疑問はないですか。不安はないですか。私みたいな人間が社会離れて隠居してるんで、それこそね、素晴らしい知恵の持ち主、その社会の中から私みたいなものに、お前は世間知らずだって言われてるわけですから、相当ね、社会にいる方は世間に熟知していて、配慮が深くってね、空気読むのがパーフェクトで、ものすごくうまく運営されてるんだろうなと思いますけども、そうなるとますます私はね、隠居を解除して社会の中に戻らない方がいいかなと思っちゃうわけなんですよ。それでよろしいですかね。で、バカな人間なんで、ちょっと足りないところが多いんでね、これからもいろいろとご指摘いただくのは当然だと思いますから、だから逆にね、私がね、一等地を抜く存在で、優秀で賢くてってことになると、どうなんですかね、私に対する誹謗中傷っていうのはゼロになるんでしょうかね。それはそれでなんかクレームがつくような気がするんで、結局こっちを歩いて生きても、こっちを歩いて生きていても、どっちにしても誰かの鼻にはつくんだろうなと思うんですよ。でもね、こんな私でもね、大切に思ってくださる方がいたりとかね、仲良くしてくださる方がいるということは、賛否両論ってのはどこにでもあるんだなと。ネット上には賛否両論がありますねっていうね、言葉もありますけども、そんなね、ネット上じゃなくても、インターネットがない時代から賛否両論は石器時代からあったんだと思います。太陽がバーッと昇ってね、天気になればいい天気ですねって声もあればね、
干ばつが続いて、おい雨が降ってくんないと困るよっていうようなねこともあったりとかね、天気を喜ぶのか雨を喜ぶのか、これも人それぞれ違うんだなというところですよね。ということでね、誰からも批判されないような世の中っていうのは多分一党独裁ではないですけどね、たった一つの考え方にまとまる時だと思うんですよ。だから空気を読むのが上手な人が集まると、多分ね、70億人いる民族が同じことを考えて同じ結果同じ時期に死んでいく、で全員がね結婚するか全員が結婚しないみたいな、こんな極端な世の中になってしまいますんで、まあそういう世の中に私はちょっとね合わないと思いますんで、やっぱり社会から離れてた方がいいのかなと思うんですけども、こういうふうに思っちゃったのはまたおかしな話なんでしょうかね。またねこんな動画に対してもバリ雑言書きたい方は書いて、呆れてもう物が言えない方は書かずに、っていうか再生してないかもしれないですね、そもそもね、私のことが腹が立つ人は。私に憎いコメントね、私を攻撃するコメント書く人ってのは多分私の動画を見るのが時間の無駄なんで、そのうち離れていくと思うんですよ。で何がしかの発見をできる方とか感受性の強い方でね、私が何を言っても全て自分の肥やしにできるような賢い方ってのは私の動画でも他の方の動画でも見続けるんだろうな、そして学び続けるんだろうなと思います。そしてですね、人を攻撃することなく自分の糧に日々変えていっていただいて、本当に賢い人が世の中にあふれるのかなと思いますよね。ということでございました。深夜のぼやきです。